はい、皆さんこんにちは。今日も算数の問題を解いていきましょう。はい、今日は3分の2がテーマになります。3分の2を3種類で解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、3分の2なんですけれども、1つ目、1を3等分した、1を3つに分けたうちの2つ分。はい、まず1つ目がこれですね。1を3つに分けたうちの2つ分。要は3つに分けたうちの1つ分を3分の1と呼びますので、3分の1が2個あることを3分の2と呼びます。だから1を3つに分けたうちの、3つに分けたっていうのは3分の1の2つ分であると、はい、っていうのが1つ目になります。はい、もう1つ目、2を3つ3つに分けたうちの1つ分。さあ、これ一体どういうことか。はい、そもそも 2÷3 っていうのは2を3で割ってるわけですから、2を3で割った。つまり2を3つに分けた。だから、これが1だったとしたら、はい、2つ重ねるとこれで2ですよね。2を3つに分けたうちの1つ分。2÷3。2を3等分した。2を3等分したうちの1個分はというと、そもそもこの1つは1を3等分してるわけですから、3分の1、3分の1となり、これもやはり3分の2という意味になります。はい。ということで、最後いきます。最後。はい。これはシンプルです。2÷3 です。2÷3 の答え。2÷3 の答えが3分の2という意味になります。はい、3つのものを解説いたしました。はい、以上です。このやり方が良ければチャンネル登録と高評価、もしくはコメント、別な考え方もあるよっていう人はコメント残してください。よろしくお願いいたします。以上、ありがとうございました。